昨日の晩から暴風雨でした。通勤、通学、そしてお出かけされた方は今日は大変だったのではないでしょうか。今は上がったとはいえ地盤が緩んでいるところもあるそうなので、どうぞお気をつけください。そんな今日5月21日火曜日、時刻は20時30分を回りました。 C-WAVE 千住デイクロス C スタジオの時間です。この番組は株式会社キャン、インターネット放送 C-WAVE 7階ブースより生放送でお送りしております。本日の司会は、あなたの働く時間は短くしてでも売上は 20% アップのサポートをしております、マーケティングコンサルタントの私斉田由美がお送りいたします。1時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。こちらの senju@cwave.jp senju@cwave.jp までどしどしお寄せください。さて、第3火曜日の C スタジオでは、足立区内で頑張っている社長さんをゲストにお呼びしてお話を伺っております。この番組はすでにビジネスをされている方はもちろんのこと、会社員や学生の方、そして主婦の方と多くの方が視聴されているとのことです。ありがとうございます。その多くの方にビジネスって面白いなと思っていただけたらと思っております。そしてその面白さを知っていただいた上で、また新しいことに挑戦する、そんなきっかけに番組が貢献できたらとても嬉しく思います。応援をどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日の足立区の社長さんにご登場いただきたいと思います。本日のキーワードはゆっくりです。今日の社長さんは高校生のお子さんを持つママさん社長さんです。最初のお子さんが出生時に障害を持って生まれたことがきっかけとなり、数年後今のビジネスをスタートさせました。だからでしょうか、販売している商品の細部にとても細やかな気配りが見受けられます。とはいえ決してその気配りは単なる優しさではありません。自立を引き出すためのゆっくりとした動作に対応するための優しさです。誰もが時間に追われるこのご時世だからこそ、ゆっくりを尊重したい、そんな意見に私自身とても共感を覚えました。そのゆっくり、ぜひいろいろと聞いてみたいと思います。ではご登場いただきましょう。そったく代表の福田京子さんです。福田さん、どうぞお入りください。よろしくお願いします。お座りください。はい、失礼します。今日はありがとうございます。ね、こちらこそ。はい、早速ですが簡単な自己紹介をお願いできますか。はい、私はスネイリーズというブランドの名で、はい、ユニバーサルデザインって言うんですけれど、はい、障害を持っていても、それから普通の人でも簡単に使えるような通園通学グッズを企画して販売しております。おー、ありがとうございます。今日もいろいろ商品をお持ちいただきましたし、スライドを次行ってもらうといいですかね。なんか商品の一覧みたいなのが多分、こんな感じですね。はい、はい、いろいろあると思うんで、商品のことはちょっとまたいろいろ聞いてみたいと思うんですけれども、はい、ユニバーサルデザインの通園グッズ、はい、おということは通園だから小さいお子様向けが、まあそうですね、メインというか、はい、形なんですかね。はい、初めてこう集団生活に入るときに、あ、はい、自分のものを入れて持っていくためのグッズになります。なるほどなるほど、はい、まあ、幼稚園とか保育園とか、そうですね、いっぱいありますよね。入園グッズとかっていうものですね。はい、それの、まあ、ユニバーサルでスネイリーズさんは、じゃあそういったものを主に扱ってるお店と思っていいんですかね。そうですね、まあ、私自身がその長男を産んだ時に、はい、まあ、長男障害を持って生まれたんですけれど、はい、ダウン症
ダウン症、はい、ダウン症候群というのを持って生まれてきたんですね、はい、で、そういうダウン症だとなかなかこう指先あの筋肉が弱かったりするので動作が一つ一つ、はい、あの動きが鈍かったりっていうんですかね、あの不器用だったりするんで、でもあの一般の幼稚園に入れたかったものですから、はい、他の健常のお子さんたちと同じようにお支度できるような形で工夫をしたっていうのが原点になってます。あのすいません、私も全然詳しくないんですけど、ダウン症っていうのの病気 の、 その、はい、全然こう分か詳細が分かってないんですけど、意外と私も産むまでは全然知らなくて、ね、あの正直な話、はい、ネガティブなイメージの方が名前が、ね、多かったり、そうですね、はい、で今もこう出生前検査とかでも、はい、もうダウン症だったらこうごめんなさいってさよならしちゃうとかっていうのもすごくニュースでされていて、ちょっと、はい、心が痛むんですけれど、あのそもそもダウンってあの実はイギリスのお医者様の名前で、ジョン・ラングドン・ダウンっていう名字がダウンなんですよ。ジョンでいいじゃないですか、ね、そうなんです、そうなんです、もうそのね、なんかハッピーさんだったらもうちょっとハッピーなイメージでいけたんですけれど、はい、まあ、そのお医者様が、はい、あの私たち人間みんな染色体2本ずつ持ってるんですけれど、はい、あの21番目の染色体が3本あることによって、はい、ちょっとあのこういうタイプの人間が生まれるっていうことを発見されたっていうのがきっかけで、 な、 はい、なので21番目じゃなくて他 の、はい、あの8番目とか13番目とか15番目とか18番目とかが3本ある人はその発見されたあの博士の名前がついていたりとか、そうなんですね、そうなんです、そうなんです、もっと長い名前がついてたりとかいろいろありますし、医学的には全てトリソミーってトリって3っていう意味なんで、あのダウン症の場合は21番目なんで21トリソミーとか18トリソミーとかっていうのが、はいはい、あの正式な名前ではあるんですけれどね。21番目だからっていうことなんですね。そうですね、世の中には8番目とか15番目が3本の方とかもいらっしゃいます。ただ、染色体って1からだんだん短くなっていくんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、1が一番長い、そうですね、で長ければ長いほどその生命とかに影響が結構あるらしくって、はい、割と少ない数がもし3本あった場合はまあ、悲しいことですけど流産されたりとか、そういう感じで淘汰されてるっていう、でそういう意味で21番目は結構短いので、うん、すごく奇跡的に生まれてきている子どもたちなんです。実は奇跡の子どもたちなんです、ね、生命力の強い、そうですよね、はい、そこの中からまあね、それでも、ま、ちょっとこの世に生を受けないお子さんだってきっといたしたかもしれない中、はい、生まれてくるっていうのは、ね、結構まあまあ奇跡のお子さんですよね、はい、だと思います。その息子さんでしたっけ、はい、がダウン症ということだったんですけど、はい、ダウン症だと何がどう違うんですかね。そうですね、一般的にだいたい 50% ぐらいが心疾患って心臓に病気持って生まれたりとか、はい、あと感染症に弱かったりとかいろいろあるんですけれど、はい、まあ、スネイリズにつながる部分で一番大きな部分っていうのが、はい、筋力が弱いっていう特徴がある。筋力、はい、筋力の力ですね。で全身の筋肉が、はい、なんていうのかな、力が入らないっていうか柔らかいんです。なので赤ちゃん、もともと赤ちゃんって柔らかいもんですけれど、ぷにゃぷにゃですよね、はいはい、だけどもう本当にマシュマロみたいにふわふわな柔らかさを持っていて、なるほど、はい、でそれは体が柔らかかったりいい部分もあるんですけど、実際には力が入りにくいので、そういうのの弊害って言ったらちょっと語弊があるのかもしれないんですけれど、はい、うん、まず歩いたりとか、はい、立ったりとかっていうそういうのも時間がかかるんですよね。健常のお子さんだったら1歳ぐらいで歩き出すところが、ね、はい、なかなか大体2歳過ぎまで歩けなかったりっていう、その力を入れるのが苦手っていうか入れにくい筋肉
筋力が弱いっていうからムキムキじゃないのかなとか思ったら全然そういうんじゃなくて本当に体質的に普通のこう生活する上でのさっきの歩くじゃないですけど、はい、そういったことがちょっとそうですね。なのであの、まあ、全身なので例えば腸の動き腸も筋肉じゃないですか、ね、はい、なので腸の動きが鈍くって便秘がちになりやすいとか、はい、それから発声するのも筋肉使ってますよね。使います使います、はい、なので声が出てくるまでにやっぱり時間がかかる。そうなんですね、はい、なので赤ちゃんな、はい、あの静かなんです。あんまり泣かなかったりするんです。お子さん小さい時に、はい、そうですね、肺活量 の、 その筋力も、はい、肺もちゃんと呼吸がゆっくりだし、はい、とかいろいろあるんです。咀嚼力、噛む力も弱かったりとか、はい、まあ、いろんなそういうあの本当に全体がもう何から何まで、何から何までなんで、でもその辛さっていうのは私たちは想像できない。そうですね、でも今の話聞くとそのなあんまり泣かない。そうですね、で騒がない騒がない、おとなしくてニコニコして。そうですね、すごい育てやすい。めっちゃいいお子さんじゃないですか。ニコニコで、だから本当にあのダウンの赤ちゃんは可愛いです。あのもううちみたいに思春期になってくると、まあ、普通の男の子になっちゃう、肉体感じたら反抗的なことも平気で言いますけれども、喋、はいはい、れるようにね、はい、なったらめちゃめちゃおしゃべりになるんですけれど、はい、そうですね、ちっちゃい時は本当に可愛いんで、あの、まあ、多分今この一瞬でも告知されて、はい、あの泣いてるお母さんもいるかもしれないですけれど、あのそんなことはないよっていうのはちょっと言いたい気もしないです。なるほどね、はい、福田さん自身は全然そのダウン症のことについて全く知らない、はい、全く知らないんで本当にあの変な話、世を呪ったというか、すごいショック受けました。生まれてから知ったんですね。あの生後5日ぐらいで。あ、そんなに早く。はい、そうですね。まあ本当にじゃあその聞いてもあまり大したその時は知識がないと。ないですね。世を呪っちゃいますよね。そうですね。なんで私がみたいなのはやっぱり正直ありましたし、ただあの。まあ、大病院で産んだんで小児科のお医者さんがすぐダウン症関係の本を貸してくださったりとかっていうのもちょっと話それちゃいますけれど あったんで、はい、まあ、そうやってちょっと覚えつつ、はい、はい、あとは目の前にいるの痛いけな赤ちゃんですからね。ですよね、このもうそうですね、そのまましかもプニプニの可愛いそうですね、まあそういうので毎日過ごしてっていうのではあったんですけれど、うんうん、なるほどね。え、そんな、まあ、お子さんが、まあ、でも何年かすればその歩けるようになったっていうか、そうですね、で、やっぱり幼稚園に入る年齢になった時に、はい、あのまだあのその健常児とダウン症っていうか、はい、まあ、障害のあるお子さんとの差って、はい、赤ちゃんの時はそんな変わらないんですよ。まあ、そうですよね。でだんだんこう差が開いていく、確かにそういうのもあって、はい、まだ2歳3歳っていうのはそれほど正直な話差はないです。であとはお友達、まあ人からの刺激を受けることによって発達を促される部分があったので、はい、子供さんは皆さんそうですよね。そうですね、はい、それで普通に幼稚園に入れたいなと思いまして、だけど幼稚園って集団行動なので、うん、時間が決まっているお支度の時間とか行動のこう時間が大体決まっているので、まあまあ、それでまあ筋力が弱いからゆっくりですっていうのは、まあ、園の方には言ってあるわけですけれど、はい、だからといって、はい、いつまでも待ってもらうのもいけないし、はい、お外に遊びに行きましょうって言ってみんなが例えば1分くらいで靴履くのを2分ぐらいは待っててもらっても10分って言うとそうです、ね、ちょっと待てみたいな感じになりますよね、はい、そうですね。で、まあ、幼稚園の先生が手伝ってくれたりお友達が手伝ってくれたりっていうのもあるんですけれど、はい、私としてはやっぱり自分自身でもやれる子になってほしかったっていうのもあるんですよ。そうですね、はい、なのでその指先のこう器用さがなかったり、はい、動作が多少ゆっくりでも、はい、ある程度市販のものですかね、一般的なものよりも簡単に出し入れできるような工夫をすることによって、はい、自分でやらせたい
でやることによって、うんうん、あの鍛えられていく、日々のことなんで鍛えられていく、そうですね、はい、ちょっとしたことがですもんね。そうですね、しかもあれですよね、なんかあのよく子供さんと、まあ、おじいちゃんおばあちゃんを例にとりますけど、なんかこう子供がこうなんかやってるのをおじいちゃんおばあちゃんがこうやるよやるよってやっちゃうと、うん、子供の自主性が育たないとか、もうやってもらうが当たり前になっちゃうんですね。でおじいちゃんとおばあちゃんがやってみたいな、そうですね、そういうのが、あの、まあ、うちの子もそうなきにしもあらずな部分もあるんですけれど、あの、そうですね、大きくなってからちょっとそこを手出しすぎたなっていう部分もあったりっていうのもあって、あの、まあ、今ここバリエーションがいくつか増えてるのは、そのちっちゃいうちにもうちょっと自分でやってもらったらよかったなっていうのもあって、あの作ったりはしてるものなんですけどね。まあ、でもあの障害とかあるなしにかかわらず、はい、やっぱりついついこのご時世、はい、何分にはどこどこ行かなきゃだから家出なきゃだからとかってなったりすると、はい、こっち気が据えてる大人としてはもうやるからみたいなそうですね、どうしても手出ちゃったりはしますけれどね。もう絶対、はい、なっちゃうじゃないですか、はい、それをなかなかその個性というか、うん、まあ、待ってあげるのは親の忍耐かなりいるんですけれどただ自分の子だけじゃなくてお友達の お子さんとかも見てて思うのは、やっぱり待ってあげられたお母さんのお子さんは今中学高校になってくると、やっぱりあのスキルは高いです。なので、はい、なんかそれを目の当たりに見ちゃうとあれですねあのすぐには結果出ないんでね、その3歳4歳の時の結果が10年後ぐらいに現れるっていうのはあるので、その今思春期の子供を持ったがゆえに、はい、あの時っていう、なので、あとあのだいたい障害児のやって、はい、でその通園グッズとかそのお子さんそれぞれあのいろいろなんで、はい、合わせて結構手作りすることが多いんですよ。やっぱり普通の、ね、方だと結構市販で今そうですね、まあ、あの実は手作りしてきてねってあっても頼んでね一般的な型紙で作れちゃうんですけれど、はい、結構あのちょっとずつそのお子さんに合わせて、人によってはあの靴なんかも装具が入って大きいこう足を守る靴だったりとか、そうすると普通の靴入れなんか入らないので、やっぱり手作りされたりっていうのがどうしても一般的にあって、ただ一方で今のお母さん方ってあの障害を持ったお子さんがいらっしゃっても働く時代なんですよ、はい、なのでまあそういう方にもちょっとつくつく大変ですよね。そうなんですね。そんな感じでこのスネイリーさんがこう生まれてきたんだと思うんですけど、はい、とはいえあれあのそもそも福田さんはあれなんかこういう縫製をする人とかの仕事をもともとやってたとか。全然ただの OL っていうのも変ですけれど、ね、はい、全然違う畑違いのことに手出したっていうのはあるんですけど、ママさんとして、ね、子供を持つ親として、まあ、作れるものは作ったり、あ、そうですね、製品は役に立ってたわけじゃないですか、まあ、それで過ごしてきたわけじゃないですか、はい、なんでこうそれをビジネスに展開しようと、あ、そうですね、作ろうと、はい、そもそもはですね、はい、まあ、自分の子供のために手作りした部分っていうのはもちろんありまして、はい、それは私の工夫、我が子への愛の、はい、工夫でやってたわけなんですけれど、はい、うち年子で弟がおりまして、はい、で2人で同じ幼稚園、はい、で下の子の、幼稚園の時のママ友っていうか、クラスメートのお母さんで、はい、はい、バッグとか革のバッグとかを作ってらっしゃるデザイナーさんというか、お母さんがいらっしゃって、はいはい、で幼稚園の時はそれほど親しくはなかったんですけど、あ、そうですね、小学校も地域の小学校にうち、はい、兄弟2人とも行きましたんで、はい、結局ずっとあのママさんとも同じ小学校でずっと来ていて、はい、はい、そうなんですよ。である時に、まあ、下の子が4年生ぐらいの時におしゃべりしていて、うん、はい、
彼女が私が作ってるその通園グッズ、はい、通学グッズを見て、はい、結構いいよねってそこを褒めてくださいまして、そのアイディアっていうか、はい、ちょっと面白いよねって言われて、はい、結構嬉しいじゃないですか、相手プロですから。そうですよね、はい、本当みたいな話で、で、じゃあちょっと何ネットショップでもやってみないみたいな、何がきっかけでっていうか、その褒められたのと、はい、ちょうど私も何か自分がやりたいなっていう時期でもあったし、彼女は彼女でそのバッグ以外にまあ、バッグももちろんデザインされてるわけなんですけれど、はい、手伝ってあげるよ的なのもあって、そうですね、はい、それで立ち上げたっていう感じなんですけど。そうだったんですね、はい、だってね、後ほど商品の詳しい、なんか細やかな気配りについては後ほど教えていただきますけど、はい、まあまあ言われないとわからないというか、うん、こう素人からしたら、でも言われたら、ってこう思わず息を飲むというかぐらいの、あ、それはいいよねっていう視点がすごくあるので、放送をお聞きの方はまだまだお待ちください。引っ張ってるわけじゃありません。で、そんな感じでこうスネイリーズさんを立ち上げた。はい、そうですね。なんでスネイリーズってそもそも。スネイリーズ、そうですね。はい、ロゴがあるとあれかもしれないんですけれど、はい、ロゴ実はカタツムリなんですね。ああ、そうなんですね。英語で、はい、カタツムリってスネイリー、あ、大きくしていただいて、ありがとうございます。そうなんです、このカタツムリなんですけれど、はい、カタツムリ英語でスネイリーなんで、はい、スネイルですね、ごめんなさい、嘘な英語スネイルなので、はい、この子の名前をスネイリーという名前で、はい、スネイリー君のお店っていうことでアポストロフィーをつけたんですね。そうですね。でスネイリーズってなってるんですけれど、なんでカタツムリ、そうですね、なんか好きだったとかそんな感じです、ね、そうですね、実は、はい、まあ、カタツムリゆっくり、まあ、ゆっくりしてるもの、だいぶゆっくりですね。そうですね、はい、なんですけれど、長男が特別支援学級の1年生だった時に、はい、学校での国語でちょっとした劇をやったんですよ。寸劇みたいな、ね、はい、そうです、はい、それがとても有名な絵本なんですけれど、はい、アーノルド・ローベルっていう方の二人は友達っていうお話があるんですね、はい、でそれはガマくんってガマガエルとカエルくんの二人の、まあ、カエルとかマガエルの友情の話なんですけれど、結構有名なお話で、そうなんですね、はい、ちょっと私も含めて全然知らないので、ざっくりと。そうですね、映像があると多分見たことある方は、そうなんですね、いらっしゃると思うんですけれど、はい、まあ、いくつか短編がありまして、はい、でそのうちの一つにお手紙っていうのが、お手紙、はいはい、それを、まあ、息子は演じたっていうか、その中の役を一つ、はい、やったわけなんで、はい、クラスでやったんですけれど、はい、ガマガエル君が僕にはお手紙来ないよみたいな感じで拗ねてて、それを聞いたカエル君がこっそりお家に帰ってお手紙を書くんですよ、ガマ君宛ての。でそれをいいお話だ、カタツムリ君にガマ君に配達してねって渡すんですね。で、次の日だったかその次の日だったか、カエル君はもう届いたかなと思ってガマ君家に遊びに行くんですよ。でもガマ君は誰も手紙くれないしってぼやいてて、でカタツムリ君来てないのが分かるので、はい、カエル君とガマ君は2人でこうずっとお手紙届くのを待つっていう。なぜカタツムリに託すの？そうですね、ウサギにしよう。それで、うん、4日目に4日、はい、カタツムリ君がやってきて、はいはい、でまあ届けるわけなんですけど、はい、そのお手紙だよって役が、はい、息子の役がカタツムリ役だったんですよ。それで、はい、最後、まあ、4日目になって、はい、意気揚々とこう、はい、舞台に現れて、はい、お待たせってめちゃめちゃそのなんでしょうね、ダウン特有のにっこやかな表情と、うん、悪気のない感じっていうか、まあ、本人は急いで配達してる役になりきってますから、はい、それでお手紙を渡すっていうのを、はい、まあ、保護者席から見てまして、はい、とってもほのぼのしてるし、うんうん、と同時にその
ダウン症で成長とってもゆっくりなんですね、うん、でゆっくり育つ我が子と、うん、そのカタツムリ君がオーバーラップしまして、はいはい、であの気づいたのはそうカタツムリって、はい、初めからゆっくり、はい、で別にそこで完成形だなと急ぐ必要はない、はい、彼は何かがあって遅いわけじゃなくて、彼らはあの人生ですね。そうそうそう、はい、それで完成でそれでいいじゃないかって思った時に、うん、はい、あのなんて言うんですかね、私自身もあそう、うちの息子わざわざ なんて言うんですかね、親として障害がある子をこうなんとか自分に近、自分で健常みたいなスピードにしようってしお尻叩くっていうんですかね、なんかこう、まあ、普通に障害がなくてもついつい大人のスピードに合わせてこう周りの子を見たりとかして、はい、だけどあ違うなと、うんうん、ここが完成形なんだから、うんうん、これでいいんじゃないかみたいな、ちょっと受け入れなきゃ、受け入れるべきっていうのかな、はい、なんかそういうのがありまして、自分の中に認めてあげる一つ、そうですね、そのままでいい、あるがままでいいっていうのをちょっとあの考えてっていう、そういう経験があったので、うん、このキャラを決めた時にも、はい、やっぱりその象徴なんですよ、はい、私にとって息子の象徴であり、うん、ダウン症児の象徴であり、しかもそのままあるがままでいいっていう、はい、あのともすれば日常忘れがちなので、うん、自戒を込めて、あ、はい、なるほどね、確かに、ということで確かに日々の生活とかがあるとついついあれやったのこれやったの早くしなさいみたいな、だんだんこう言っちゃいますけどね、角が出てくるそうですね、言っちゃうんですけど、うん、まあだからそういうカタツムリ君でありたいな、はい、ゆっくりでいいんだよって、そうですね、うん、なるほど、はい、なかなかじゃあすごいかいいですね、ありがとうございます、そう言っていただけると嬉しいです、すごいいいロゴですよね、愛着あります、はい、じゃあそんなロゴを使った商品どんなものなのかちょっと後半具体的にお見せながらあの見て触りながら説明したいと思うのですが、はい、CM 行けますでしょうか、はい、じゃあ CM どうぞ、なんで俺だけ怒られるんだろう、彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな、何もかも嫌になりそうな、あら、どうしたの、ひどいね、老けた顔してるね、もうまっすぐだよ、下口してください、あそこで元気もらえるよ、うん、いい湯だったな、あんちゃんもあそこに行くのかい、明日晴れるような気がした、会いたい会いたい君のその笑顔に、あったかいあったかい僕らの住むこの街、あったかいな足立、あなたの声を聞かせてください、足立区、毎日電車に乗って家と職場を行き来して、
今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を笑顔に出会うたび何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム足立でみんながつながって。一緒にパーティータイム足立が私を優しく包んでく包んでく。小野浩平と申します。27歳になります。静岡県の伊東市勤務してもう7年ですね。田舎に帰って静岡県の田舎に帰って向こうで開業したい開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は僕は1年生をそっちかな、もしかして僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それをノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。名前は藤原理沙です。パッチ新店舗の立ち上げから理事長をやらせていただいて、一応なんか全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい。その経営とかなんかそっちではなく、一生患者さんと関わっていたい。ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ。また会いたいよ、あの場所で君と巡り会えた。また会いたいよ、いつの日か。もうすぐお届けします。一体どこが始まりで最後だ、どこまで生身の体で生きてくんだ、クリアしてくんだ、ぶち抜け貫け暗闇を。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。はい、この番組は株式会社キャン、インターネット放送 C ウェーブ7階ブースより生放送でお送りしております。この番組では皆様からのメッセージ、熱い熱いメッセージをお待ちしております。こちらの千字@CWAVE.JP、
senju@cwave.jp までどしどしお寄せください。スネイリーズさんについてもいいですし、さっきのカタツムリのお話でもいいですかね、はい、でもいいですし、障害を持つお母さんの気持ちとかでもいい、どしどし何でもお寄せください。お待ちしております。では後半も行きたいと思います。前半では、まあ、スネイリーズさんを立ち上げるまでの、まあ、紆余曲折というか、はい、をなんかちょっとお話伺ったんですけども、はい、後半さっきもおっしゃったところで、ね、引っ張るなって感じでしょうけど、商品実際にどんなところがユニバーサルデザインなのよということをお伺いしながら、はい、見せていただきたいと思います、はい、まずスライド一つ目は一緒だったかな、あもう次ですね、あ、これあれですね、シューズケースですね、はい、これ一番初めに私が、そうですね、一番初めのコラボしてネットショップにあげた商品になります。なるほどね、はい、そこからこういろいろ作って、今例えばこれをお持ちいただいてるんですけれども、はい、これは今年の新商品でございます。そうなんですね、実は、はい、聞いてもいいですか、はい、体操服入れです。あ、なんとなくこう巾着になってて分かるんですけど、これどのあたりがユニバーサルデザイン？あ、そうですよね、ここの輪がポイントなんですけれど、はい、普通一般的に販売されている巾着型の体操服入れってここのリボンはなくてて、そうですね、輪っかはまあそうですね、それで、あ、まあこう開けて、はい、でここを引っ張って巾着っていう形なんですけれど、はいはい、実はここポイントはそうなんです、はい、これ飾りじゃないです、飾りじゃないです、ね、はい、はい、ですね、実はダウン症、先ほども申し上げましたけど、はい、筋力弱いです、お、はい、巾着、はい、これできないんです、指一本で引っ張る、はい、この力、これハードル高いんですよ、はい、なるほど、なのでどうするかっていうと、ここに指をかけてヒュイって、そのためのものなんです。もう一回いいですか、はい、はい、そうね、ここ確かに入れるとなると、こう、あ、今手元が映るかな、はい、ここだと指をこう入れて、まあ、2本か2本入れて開けるけど、はい、指の力なんですよ、なるほど、だけどちょっと大きくしてこっち、はい、この耳を持つと、まあ、大人で3本、子供4本、全部でグーで持てるので、なるほど、グー持ちして、腕の力で引っ張れるんです。全然違いますよね。ありがとうございます。そうなんです、そこがポイントです。むっちゃあれですね、本当に現実にこう使ってたからこそ分かるポイントなんですね。そうですね、私たちは巾着指1本で開けることに何の抵抗もないので、はい、巾着って普通開け閉め簡単な袋のイメージですよね。子供に持たせやすい。そうです。はい。基本だから初めこうできないのを見た時は目が点になりました。正直な話。いや、ダメなんだって、はい、なんでかなって思った時に、やっぱりそこの指一本で開く力の問題だ、うんうん、筋力の問題だと思い当たりまして、はい、ポイントです。スネイリーズの売りの部分でございます。すごい。よくこれに気づきましたね。ひらめきましたね。すごいですね。だってなんでスネイジーさん、そうなんですよね、ここのこの耳のポイントを使った商品が今日いくつかお持ちいただいてるんですけど、あ、そうですね、まあ、基本これはコップ入れも同じですね、大きさ変えたちっちゃいやつで、はい、そうですね、まあ、同じ形ですね、なってます。この一枚布だと、ね、まだ開けやすそうですけど、それでもやっぱり耳があることによって、はい、そうですね、だいぶ違いますね、まあ、なるほどね。でここで給食とかお弁当の時に時間かかってると、コップ出すのに時間かかって、ご飯食べる時間なくなりました。なるほどね、切実になってきますね。そうですね、なるほど。あとこちらのポーチですね、はい、これも同じですね、ここチャックなんですけど、はい、ここ実はここ工夫してありまして、はい、リングファスナーって言って、手元のカメラでいけるかな、まあ普通にチャックってこう開けるものですよね、はい、はい、でも普通、今ちょっとサンプルないですけど、はい、普通のってヘッドが棒ちっちゃいじゃないですか、はい、つまむ力、ここがハードルなんで、はい、これ大きいんですよ、はい、あと輪っかになってるので、指をこう引っ掛ける時もできる、はい、で今私ここ
つまんで押さえてますけど、はい、これすら彼らには難しいので、はい、リボンです。でここグーで持って、はい、ここをこうやれば少ない力で開け閉めができるようにできてるんです。耳大事ですね。そうなんです。でも可愛いでしょ？いいです、いいです。リボンだから可愛い感じで。なんかこうちょっと飾りも見えて、はい、ちょっとおしゃれチックな感じ。ちょっとね普通のポーチにちょっと飾りつけた感じなんですけど、はい、実は非常に重要なパーツでございます。あなるほど、すごいなんか衝撃的な、うん、ありがとうございます。で結構人気なんですよ。あそうなんですね、はい、やっぱり使っていただくと、うん、その良さっていうのが分かって。分かりますよ。そうですね、お子さんあの購入された方はね、はい、お子さんが今までやってって先生に言ってたのが自分で支度できるようになりましたとかっていうあのご意見いただいたりすると本当嬉しいですよね。多分なんでしょうね、小さいお子さんとかだとまだ発達が遅かったりとか、うん、要は早生まれの子とかだと力が弱かったりとか、あとちょっと手先が不器用な子とかだとやっぱりこれが開けられない子っていると思うんですね。そうですね、ダウンに限らずやっぱりあのちっちゃい間の、はい、3歳4歳での月齢の違いってものすごく大きいん で、はい、4月生まれさんと3月生まれさんでは1年間違うので、はい、そういったお子さんにももちろん使っていただきますし、そうですね、はい、思います思います。へそしてさっきあの出たのシューズボックスが今改良してここにもあるんですけど、はい、これですね。これシューズボックスもなんか特別、これあのこっちにあるのが、はい、いわゆる市販されてる形のシューズケースなんですけど、これも見えるかな。そうですね、大丈夫ですね、はい、だいたいこういう輪っかがあってここに通して入れる、まあこういう風になっていて、はい、こうやって入れるんですけど、そうですね、まあ考えただけでもここの輪っかに入れるのも難しいです。しかもここ靴入ります。おっと結構ハードル高いんです。カポッとなってる中、はい、こう入れなきゃいけない、あーって感じなんですね。そうなんです。そこでこれはでも確かに不器用さんはきついな。そうなんですよ、はい、それで実はこれ幅が大きいんです、はい、こんだけ。あーちょっと大きめにして、はい、大きめにしてるっていうことが一つと、はい、あとはここのここを持ってピャッてやったら、はい、マジックテープなので今ちょっと中が入ってるけど、はい、あのそのまんまボコって入れられる。しかもあのここ両方にこう輪になるように紐を渡してあるので、はい、ベロンってならない。これだとベロンってなっちゃう。そうなんです。そうすると入れにくいんですよね、はい、子供も不器用だと。だからこれはここまでしかいかないようになっているので、はい、靴を入れやすくなっているっていう形ですね。これもいわゆる両手ですね。そうですね、あのグーでできるようになってますし、外すのも簡単だし、つけるのもこうマジックテープ、はい、これ意外とあの普通のお母さんたちに、はい、こうなんですって渡すと、はい、皆さんこうやって開けられるんです。そうですね、わかります。こうやって開けようとするのは、はい、指の力があるからなんです。ある、まあ、大人だからですよね、はい、そうなんです。でそこは子供には難しいで、引っ張ればいいようにっていうのが、これが一番初めに私が息子のために作った形です。なるほど、はい、じゃあ次のスライドお願いできますか。あ、これがその今の、あ、そうですね、体操服入れですね。色のバリエーションが、はい、このさっきのシューズボックスの色とシューズケースの色的なのと、はい、同じあのバリエーション、あ、いいですね、はい、あのセットになるようになっていて、はいはい、全部で今4色展開になってますね。色々あるんですね、はい、ここがひっくり返ってこちら青が、あ、そうかそうか、で、はい、上が緑になってます、はい、このバリエーションこれと同じくたちの逆のバージョンになってるって感じですね。じゃあ次のスライドお願いします。これは弁当セットになります。弁当セットって今日も持ってきていただいてますけど、はい、そうですね、お弁当入れる、お弁当箱を包む袋ってことですよね。そうですね、はい、でなんか特色が、そうですね、あの保育園とかで、はい、あの元保育園の先生からこういうの、はい、あのいいわよって作ってっていう風にスネイリーズで作ってって言われたのが、はいはい、あのいわゆるあずま袋っていう形なんですけど、はい、普通の四角いナプキンではなく、
あのこういう形でお弁当箱入れるのがあるから作ってあげればって言われたんですけど、はい、それ先生がおっしゃってたのはこの形なんです。これは日本古来の東袋っていう形で、こういう形でわかるかな、ここにお弁当を入れるっていう感じなんです。でも普通ここはこれこの長さ、なんか幼稚園とか保育園で、そうです、よくある形です。なんかこうパカってするのじゃダメなんですか？幼稚園とか保育園によって、はいはい、その指先を器用にするために指定される場合があるらしいです。もしかして結ぶ練習？そうです、そうです。結ぶことって今生活でどんどん減ってきてますけれど、ね、指を使うのって脳の発達にもいいですし、はいはい、あのとても大事なスキルなので。なるほど。じゃあまあどんな形でもいいけど、うん、こういう結ぶようなものをするためにお弁当袋を持ってきてねっていう保育園だったり幼稚園があるわけですね、はい、だけど、はいはい、これ、はい、あのこれまあ、ブキッチョさんとか、まあ、ダウン症もそうですけど、はい、これだと意外と、あ、ちなみにこれを入れて結んでみてください。意外と短いです。はい、こうして、はい、こうして、うん、結構短いですよ。ですよね、まあ、大人は私だからいいですけど、一重が結構ギリ限界です。ですよね、はい、なのでここを長く型紙をクリップしましたという形なんですね。ここを7センチか8センチくらい伸ばして、はいはい、あの考案して、これ 実用新案とってます。おなので、はい、ここちっちゃい手で子供がこうやってグーで持っても余裕があるし、バッテンぐるりんぱって教えてあげることによって結び方が、正しい結び方が覚えられるんです。これは多分やっぱりそれのさっきの話なんですけど、手先の不器用さんって結構な割合でいると思うんですよね、まあ、変な話、中学生ぐらいになってもこの結びがちゃんとできない子って実は結構いいだし、中学生ぐらいじゃないです、あのイベントとかで出しますよね、はい、大人の方結構あの試されるんです。で皆さん、はい、あの縦結びとかあになっちゃうんですね、はい、これあの正しくやるとシュッて取れる、そうこうやってシュッてこうやって取れるんですよ。だけど皆さんできないっていうのなので、うん、まあその練習のためにはこれだけの長さあるといいですね、はい、視覚的にも分かりやすいし、はい、いいね、楽しくなるっていう。だからこそこんないろん なんか花柄の可愛い、ね、展開もあるんですね。いろんな柄で作ってます。はい、ちなみにこれなんとすごいことに全国紙の雑誌に、あ、そうですね、これ社名言っていいんですか、ね、多分大丈夫だと思います。あ、そうなんですか、はい、ベネッセさんのサンキューっていう雑誌で取り上げていただきまして、はい、あの別に障害枠でも何でもなく、うん、一般の方、うん、一般のお子さんが使えるようにという感じで、うん、はい、そうですよね、はい、人気、うん、だって保育園とか幼稚園でそんな結ぶ練習をするって言われて、これ普通に持ってってダメだったらすごい悲しいですよね。そうですね、自信失っていっちゃいますからね。そうですよね、やっぱり子どもにとっても自信ってとても大事なものなので、そうですね、はい、なるほどなるほど。じゃ最後のスライドお願いします。次のスライド、あ、次ちょっと早かったかな、ちょっとこれ間違えました。じゃあこちらのカトラリーケースは、まあ、はい、そうですね、じゃこんなにこういったそのなんでしょうね、ほんのちょっとですよね、この紐が短いか長いかとか、ここの耳があるかないか、うん、そんなちょっとででもすごく使いやすくなる。これあの私のちょっとしたこだわりなんですけれど、はい、あのま、なんだろうな、完全に簡単にはしてないんです。はい、やっぱりあの毎日使うのに、はい、ちょっとだけ簡単にして自分でチャレンジする気持ちを育てたいと思いまして、はい、ちょっと毎日訓練できるような、はい、まあ、お弁当グッズにしろ何にしろ、はい、毎日使うことで知らず知らずのうちに指先の訓練ができるような形を目指してまして。なるほど、日常の動作ですからね、はい、それって大きな財産になっていきますよね、はい、それとやっぱりあの自分でできたっ
って、はい、自分僕もできるとかそういう気持ちを大事にしたくって、確かに自信が持てれば自己肯定感がアップしますよね。はい、そうですね。で自己肯定感がアップした人っていじめとかにも強いそうなんです。うん、それは思います。はい、だからめげない心が育つし、はい、チャレンジ精神も育つっていう意味で障害を持っていても、はい、ダウン症であっても感じる心っていうのは私たちと何らか変わりもないので、やっぱり周りを見て自分ができないと自信を失いますし、はい、悔しい思いもするので、なるべくそう、あと親心として、はい、もしかしていじめられるんじゃないかというのは、はいはい、常にその心配にかけることですね。あるんですよね。だからもし万一嫌な経験をした時も、うん、めげないでいられるような、うん、やっぱり自分の核が自信があれば跳ねのけられるかなっていう思いを込めて作ってます。うん、でもそんなこのちょっとしたことでっていうユニバーサルデザイン、まあ、似たような当時はまだお母さん福田さんの手作りのだけのものだったとはね、はい、それで育った息子さんも今では高校生になって、はい、ちゃんと筋力とかってやっぱり育つんですね。はい、この間笑っちゃうのが、はい、うちの次男の方はインドア派なんで、はい、運動しないでゲームピコピコやってる系なんですけど、はい、2人で何かの話の弾みで、はい、腕相撲やろうぜっていう話になった時に、はい、なんと長男の方が勝ってましたね。ってことは福田さんよりも全然もう強いです。私跳ね飛びますね、バトルになった時は。そうなんですね。はい、なので決してずっと弱いわけじゃなくて、鍛えるのに時間はかかりますけれど、はい、ものすごいちゃんとボディービルダーみたいな方もいらっしゃるっていう話。そうなんですね。はい、鍛えればちゃんと筋力もついてくるのがダウン症なんです。まだまだわからないこといっぱいあるんですよ、ダウン症で。まあ、でもそんなゆっくりだけど、でもその前になんかちょっとお伺いしたのは、実はそのダウン症のお子さんって映像の記憶がなんか強いんじゃないか。映像記憶も結構強いので、はい、すごい昔に見た映画のすごい細部のことを言われたりして、私の方が記憶なかったりとか。普通ないですよね。そうですね。はい、でただ、まあ、ダウン症の人全般なんですけれど、うん、あんまりこう自分から発信するっていう、まあ、語彙力とかもの問題もあって、はい、なんであんまり言わないから、周りが私たちの尺度でしか彼らを判断してない。うん、本当はものすごく秘めた力はあるんじゃないかなっていうのは育ててて、驚くこと結構あったりするんですよね。うん、ね、だから謙虚にいなきゃいけないなっていう部分も。そうですね。はい、決してなんか私たちが、まあ、偉いとか上にいるってわけじゃないですよね。と思います私は。はい、いいですね。だからこそその人の成長に合ったスピードというかゆっくりっていうのが、だからこそスネイリーズがっていう感じでいいですね。ありがとうございます。そうなんです。そんなこう思いを持って であれですね、そうすると今後もなんか商品は増やしていきたいなって。そうですね。いくつかはあります。やっぱり大人になっていくにつれて必要になってくるグッズも違ってくるんで、はい、結構いろんな要望も受けますし、はい、ただ私も子育てしながらなの で、ね、ゆっくりゆっくり、ね、ゆっくり商品が、そこがちょっと本当にじぐじたるところというか、どっぷりはかかれない部分でもあるんですけど、はい、まあ、そんな福田さんですけど、なんか今後 その活動というか思いとかをちょっとお伺いしたく、ちょうどさっきチラ見させてしまったスライドをお願いしたいのですが、はい、まあ、実は子どもの課題って子どもの成長とともにどんどん増えていくものもありまして、で、まあ、0歳の時から療育っていって訓練し、うん、施設に行ったりはするんですけど、 そうなんですね、それも小学校の低学年ぐらいで大体卒園っていうか終わりになって、そう、はい、卒業みたいな、まあ、そうですね。うちの場合なんかもそうだったんですけれど、はい、であとは学校の先生とかからの情報と、あと福祉関係は親が自分で行政とかいろんなとこから仕入れなきゃいけない、誰も教えてくれない部分がありまして、はい、それで厳しい、そうなんですよね。まあ、補助もあったりとかっていうのもあるんで、そんなに行政が宣伝してくれないっていうのもありまして、でその0歳の時の
療育施設のママ友と、はい、あの団体立ち上げまして、はい、これから の, その思春期の情報とか、はい、就労とか、まあ、大人になっていく上での、はい、いろんな情報を仕入れるための団体っていうのを立ち上げて、はい、で今度あの6月1日なんですけれど、はい、障害者雇用っていうか、はい、就労困難者 の,、うん、あの就労を手伝ってるNPO 法人の理事長の方なんですけど、はい、ご本人も障害を抱えながら精力的に全国で講演活動されてる方をお呼びいたしまして、はい、で講演会をするんですね。なのでもしそういった興味がある方ね、そうですね、支援する方でも結構ですし、はい、お子さんに 何らかのまあ、不安を抱えているお母さんとかですね。日付がいつでしたっけ？6月1日の土曜日の午後になります。はい、場所が綾瀬からの割と徒歩 3分かな、数分ですね、はいはい、子供東京未来大学っていうところでちょっと会場をお借りしてやりますので、はい、そうですね、足立区の綾瀬の駅、地下鉄、東京メトロの地下鉄じゃないですね、そうですね、メトロ千代田線の田線、ね、綾瀬駅から徒歩3分ぐらいすぐ歩ける距離だと思うので、ぜひぜひそうですね、お申し込みいただければと思います。多分その、ね、10歳までは何もしなくても情報が入ってくるけど、そこから自分でって、はい、確かにその補助金とかあると国の仕組みとしてはそうですけど、はい、なかなかこうじゃあどこにどうしたらいいの、ネットでどこを調べたらいいのとか、まあ、その今はじゃあ学校はいいけど働く時どうしようとか、いろんなそうです、ね、こう不安、はい、ありますし、ありますよね、もう本当に情報をどれだけ精度のいい情報を、新しい情報を仕入れるかっていうのがやっぱりあると思うので、はい、まずは1回ちょっとね、この6月1日そうです、ね、しかもね、1000円ぐらいなんで、はい、ぜひぜひ1回足を運んで、お願いです。そうですね、絶対損はしないと思います。成沢俊介氏で検索すると結構いろいろすごい情報が出てきて、ですよね、この方あれですよね、はい、視覚障害者の方ですね、はい、有名な方ですね、ええと思います。ではもう1枚スライドお願いします。次がこれですね。あ、はい。で、体感末、はい、そうですね。これは今週末になるわけなんですけれど、はい、私が行くわけじゃなくて、これ大阪の方なんですけど、はい、福祉会館の木口会館祭りっていうところでスネイリーズの商品委託で販売していただけますので、はい。なるほどなるほど、じゃあぜひ一回見てみたいなという方で、関西の方にお住まいの方はぜひ、ね、ぜひ行ってみてください。ちょっと顔を出してみたらいいかなと思いますね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。あれなんですよね、だって今、まあ、ここにちょうど今日、チラシも持ってきていただきましたけど、まあ、ここに載ってるものもそうですけど、なんとなんか風呂敷も作った。ああそうですね、クラウドファンディングで、はい、一昨年作りましたね、はい、それも支援学校とかで風呂敷を包むことによって指先を訓練っていうのがありまして、それ視覚的に分かりやすい包みやすい形で工夫してます、はい、あ、じゃあ本当に何でしょうね、まあ、自分のお子さんとか、まあ、身近にいる人が必要だと思って作ったものと、あとさっきのその依頼されてこの弁当袋とかもそうですね、はい、そうですね、現場からですね、支援する現場からの、はい、声として、はい、でさっきのお弁当袋とかみたいに、多くの人に知ってもらうって、はい、やっぱりその障害者だけじゃないと思うんですよね、うん、困ってる人って。あ、そうですね、お年寄りにもってよく言われます、はい、そうですね、はい、ぜひぜひなんかそういうのも含めて、はい、なんか今後も作ってほしいのと、逆にあれですね、番組ご覧の方にはなんかこういうのないのとか、こういうの作ってほしいなとか、そうですね、ぜひいただければ、ね、できる範囲でというか、そうですね、考えたいと思っております。そうですね、はい、特にそのさっきの東袋弁当袋とかはまさかね、産休に乗るとはっていう。あ、そうですね、結構普通の一般の方は買われていきます ね、うん、そうですね、で1回使うと他に移れないっていう、はい、思います、リピーターさん結構いらっしゃいます、はい、
ですよね、だと思うので、ぜひなんかそういう作ってほしいなって話もそうだし、はい、こういうの同じようなことで困ってる人がこういうのあるっていう相談でも、そうですね、ぜひよろしくお願いします。いろんな人と話が共感できたらいいですよね、はいはい、そんなことで今日は、そったくの代表福田京子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。またね、今日いろいろ話聞きたいんですけど、ちょっとお時間となってしまったので、また聞かせてください、はいはい、では今回の放送はいかがでしたでしょうか。1時間の付き合いどうもありがとうございました。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。また来週。